ュースジュースの宮本かりんです。今回から2回私が MC を担当させていただきます。よろしくお願いします。はい、そうですね、まずはジュースジュースというユニット名の説明をさせていただこうと思うんですけど、ジュースジュースは採れたて、もぎたて、新鮮、天然 100% で搾りたてというように、いつまでもフレッシュで個性の詰まったユニットになってほしいという願いが込められてつけられたんですけれども、そうですね、私はこの間中学校を卒業しまして、4月から高校生になるので新しい生活が始まるんですけど、まあそうですね、そのフレッシュでいつまでも個性の詰まった自分でいられたらいいなっていうふうに思っていて、こう私は猫が好きなんですけど、こう猫の寿命をどうやったら長くできるのかなっていうのとか、そういうのって高校生でちょっと勉強できるのかななんて思ったりしているので、そういうところを勉強できるように、そしてあとはパフォーマンス力をやっぱりどんどん上げられるように、ちょっと中学生の時よりも時間が増えるっていうふうに先輩方からも聞いているので、なのでどんどん練習したいなというふうに思っています。オープニングでご覧いただいたのは3月19日に発売される私たちジュースジュースのシングルからあれこれしたいのダンスショットバージョンでした。はい、そうですね、このあれこれしたいという曲はとっても爽やかでリズミカルで可愛らしい曲になっていまして、そうですね、ミュージックビデオではいっぱいこう家具が置いてあるんですけど、その家具の中に時計があって、で10時10分のところを指してたんです、その時計の針が。でジュースジュースだから10、10で、あ、じゃあジュースジュースのことを気遣ってやってくれたんだねってみんなに言ったら、こうマネージャーさんに、それは時計の針が一番綺麗に見える角度だから10時10分にしたんだよっていう風に言われて、ああ違かったのかって思って、みんなでこうがっかりしてたんですけど、そうですね、普段からこう時計のカタログとか雑誌とかで出てる時は10時10分が多いみたいなので、まあそれが嬉しいねってみんなで言ってました。はい、そしてその家具の中にジューサーがあったんですよ。でやっぱりジュースジュースということで、そこにかけて、それはスタッフさんが気遣って置いてくださったみたいで、すごい嬉しいなっていうふうに思ったので、これからもジュースジュースという名前を、はい、広めていけるように頑張りたいなというふうに思います。そしてこのあれこれしたいというシングルは両A面シングルになっていまして、その裸の裸の裸のキスという曲とあれこれしたいの両 A 面シングルになっているんですけれども、裸の裸の裸のキスという曲は1個前のハロステで、はい、あのダンスショットバージョンを流していただいて、すごいこうダンスも今まで以上に難しくて、みんなで合わせたりなんかしてすごい難しいんですけど、こう曲調もジュースジュースに今までなかったラテン調の曲調になっていまして、こう歌うのも踊るのもすごくこう今苦戦しているんですけれど、こう自分たちのものに早くできるように頑張りたいと思っています。ぜひチェックしてみてください。ハロプロ研修生です。3月14日から始まったハロプロ研修生の田辺七海、浜浦彩乃、山岸莉子、加賀楓、室田瑞希、佐々木理香子、山木理沙、大浦博奈が出演する舞台僕たち可憐な少年合唱団からテーマ曲の可憐な合唱団をご覧ください。どうぞ。
1年生の浜浦彩乃です。気球に乗ってどこまでも編では陽子ヨハン役をやらさせていただいてます。アニーローリ編ではエミ役をやらせていただきます。私にとってこの舞台は初舞台ですごい緊張してるんですけど、稽古でやってきたことを全力で出せるように頑張ります。小学6年生の佐々木理香子です。気球に乗ってどこまでも編ではカオル役を演じます。アニーローリ編ではタモン役を演じます。意気込みは、私はこの舞台が初めてなのですごく緊張するんですけど、ダメ出しをされたところとか直さなきゃいけないところとかがたくさんあるんですけど、それを本番でちゃんとできるようにしたいなって思うのと、今までこう稽古してきた成果を十分に発揮できたらいいなって思います。山岸莉子です。気球に乗ってどこまでも編ではユリア、ジュリアン役をやらせていただき、アニーローリ編では江戸川役をやらせていただきます。今回の舞台の意気込みは、私舞台に出るのは2回目なんですけど、ハロプロ研修生が主演ということですごい緊張してるんですけど、小川さんとか安田さんにアドバイスをいただいたりとかしたので、そういうのを活かして全力で最後まで頑張りたいと思います。中学2年生の加賀楓です。気球に乗ってどこまでも編は日向ピーター役で、アニーローリエ編では舞妓役をやらせていただきます。今回は2回目の舞台なんですけど、舞台の稽古の中でたくさんダメ出しされたり、セリフを忘れちゃったりして失敗したことがたくさんあったんですけど、その失敗を踏み台にして今回の舞台を全力で最後まで頑張りたいと思います。田辺七海です。気球編ではライバルチームのエミ役で、アニーローリー編では陽子ヨハン役を演じさせていただきます。今回の舞台は私たち研修生が主役なんですけど、私何回も舞台をやらせていただいてるんですけど、今回の舞台ではなんかみんなに負けないようにちゃんと演技することと、あと気球編とアニーロイ編で役が違うので、その役の違いとかを出せたらいいなって思ってます。中学3年生の室田瑞希です。アニーローリー編ではカオル役を演じて、気球に乗ってどこまでも編ではタモン役を演じます。セリフが覚えられなくなってしまったり、あとその演じるっていうことは自分の気持ちで動くことなので、ただ単にセリフを言ってるっていうだけじゃダメなので、そういうところでみんな結構工夫してたんですけど、とにかく面白いんですよ。なので今回の舞台は千秋楽までにもっと明確に面白いところは面白いで、すごく感動するところは感動させられるようにしたいなって思います。はい。中学1年生大浦ひろなです。アニーローリー編ではユリア、ジュリアン役、気球に乗ってどこまでも編では江戸川役を演じさせていただきます。今回の意気込みは、自分で練習した成果をみんなに見せたいと思いますし、今回研修生が主演ということで、主役ということで、すごく嬉しい舞台、初舞台がすごく嬉しいなって思いますし、今回主演なんでいっぱいセリフもある分出る場面が多いので、そこはありがたみも感じながら自分でも演じたいと思います。高校1年生の山木梨沙です。アニーローリー編では日向ピーター役、気球に乗ってどこまでも編では舞妓役をやらせていただきます。はい。私たちは今回ほとんど全ての方が初舞台で、一から教えてもらったこととかがいっぱいあったんですけども、その一から積み重ねてってできて、8人で力を合わせてできる今回の舞台をの稽古してきた成果を皆さんに見ていただきたいと思います。それで来ていただいた全てのお客様に、来てよかった、見に来てよかったって、すごい
面白かったって言っていただけるような舞台にしたいと思います。僕たち可憐な少年合唱団からテーマ曲の可憐な合唱団をご覧いただきました。はい、そうですね、この舞台は公演によってメインキャストが違うんですけれど、気球に乗ってどこまでも編とアニーローリー編の2つがありまして、今回は気球に乗ってどこまでも編の僕たち可憐な合唱団をご覧いただきました。はい、そうですね、ハロプロ研修生は今までこう研修発表会という形で舞台をやらせていただいたことがあったんですけど、今回は主演でそしてミュージカルということですごい素敵だなっていうふうに思っていて、私もやってみたいなっていうふうに思うんですけど、こう今回はこうキャストがこう違うっていうことでこう2種類楽しめるということで、私も行きたいなっていうふうに思っているんですけど、まだ見に行けていないのです。はいはい、そうですね、こうハロプロ研修生では田辺七海ちゃんと私すごく仲良しなんですけど、こう舞台の話とかもよく聞いていて、こうすごい大変だっていうふうに言っているんですよね。こう歌の中にもこう歌詞とセリフと連動していったりとか、やっぱりミュージカルはミュージカルなりに難しいところがあるんだっていうお話を聞いていて、でもそれがこうハロプロ研修生のみんながすごいなんかこうハロプロ研修生のみんながすごい素敵だったよっていうのを握手会で聞いたんですけど、こうなので見に行きたいので、はい、ぜひ行けたらいいなというふうに思います。モーニング娘。ワンホーです。3月15日からモーニング娘。ワンホーコンサートツアー春エボリューションがいよいよ始まりました。その初日のステージでまたまた大発表があったようです。こちらをご覧ください。どうぞ。
恒例みたいになってくるんですね。ジャマのイメージが強いね、こういうのは。
今の小田ちゃんは今はどんな心境ですか？いやーどうですかね、フォーメーションダンスもっと難しくなっちゃいますかね。なんかでも人数が増えるとなんかできることも増えると思いますし、まあ、でもなんかまだ先輩になれないですって感じです。頑張ります。じゃあまだ複雑な心境ってことですかね。はい、はい。コメントも思いつかないで当たり前だと思いますよ。じゃあ福ちゃんはどうですか？いや、本当に嫌な予感しかしなかった。確かに。マジでちょっと安心しました。本当に安心しました。初日からパスワード入りゼロ、そしてオーディション開催発表の模様をご覧いただきました。そうですね、はい、モーニング娘。ワンホーさん
の、 そのツアーに私たちはオープニングアクトとしてこうついていかせていただいてた時期があったんですけど、その時もすごく皆さんこう休憩時間とかも有効に使って、こうなんですかね、こうお客さんに対してもっとなんかいいものを見せよう、いいものを見せようって言って、こうビデオとかも一生懸命見ている様子を見ていて、そこから学んで私たちも一生懸命ビデオを見て研究しているので、これからもツアーができるように、私たちまだ単独ツアーができていないので、単独ツアーができるように頑張りたいなというふうに思っているんですけれど、そうですね、パスワード0を今初めて見させていただいたんですけど、この何かゼロの形にこうジャンプして作っててすごいなって思って、こう最後までこう息が持たないかなって、私たちだったらまだ体力がないので、こうフルバージョン歌っちゃうとみんなもうはぁはぁって感じなんですけど、皆さん全然そんな疲れてる様子もなかったので、すごいなというふうに思いました。はい、そしてオーディション発表の様子を見たんですけど、そうですね、私たちジュースジュースはまだハロープロジェクトで末っ子のグループなんですよ。なので今ハロープロジェクトで一番後輩なはずなんですけど、ここから12期メンバーが入ってきたら私たちもある意味では先輩になるので、なのですごい私たちも頑張らなきゃいけないし、12期メンバーの入ってきた絶対負けないように頑張りたいなというふうに思います。ベリーズ工房の徳永ちなみがヘアアレンジに挑戦しました。ご覧ください。どうぞ。はい、ベリーズ工房の徳永ちなみです。今日はですね、最近髪の毛が伸びてきたということで、最近私がやってるヘアアレンジを紹介したいと思います。そうですね、私がやってる髪型は、ここをこうやってすっきりまとめるんですけど、この長さだとここがこうやって落ちてきちゃうので、ここを編み込んでまとめていきたいなと思います。とは言っても最近編み込みができるようになったばっかりなので、ちょっと下手くそなんですけど、そこはご了承ください。ということでですね、まずこっち側からまずちょっとここを残すんですよ。こんぐらいですかね、こんぐらい残します。はい、こんぐらいです。あ、もうちょっと入れよう。こんぐらいです。で、ここをちょっとピンで留めときます。ここをちょっと留めといて、そして編み込む部分をこの上から耳ぐらいのところまでこうやって分けます。ここを編み込むんですけど、ここもまた留めときます。今日ヘアの撮影があるということで、髪の毛を染めてきました。このハロステ用に。嘘です。じゃあ編み込んでいきたいと思います。ワックスをこんぐらい取ります。そしてちょっと手でなじませてからつけます。編み込みはいつもベリーズ工房の須藤真麻さんにやってもらってたんですけど、ちょっと最近はもう悪いなと思い、ちょっと練習してできるようになりました。さあ、ワックスがついたところで編んでいきます。できるかな。まあどうせ結んでしまうので、そんなに細かく編まなくても大丈夫だと思います。どうですか。ちょっともっとね、きっとモーニング娘。14の小田さくらちゃんとかは前髪を自分で編んでたりとかして上手なんですけど、私はちょっとまだできるようになったばっかりなので下手くそだ。まあこんな感じで
まあ簡単に編みます。ここまで下まで編んだら、まずこういうちょっと輪ゴムみたいな細いゴムで結びます。ちょっとこうやってボコボコなんですけど、後で結ぶと気にならなくなると思うので、とりあえずこんな感じです。そしてこれと同様に反対側も同じ量を取って編んでいきます。よし、編めました。一応編み込みです。そしてまた同様にこちらも結びます。前髪を外して後ろのピンも外して、最後、お、ちょっとあれみたいじゃないですか、ももちももちです。さあこの後ろのこの髪をですね、一回まとめるんですけど、ちょっと横から見たら分かるんですけど、すっごい絶壁なんですよ、ここが。だから結ぶときに結ぶときにここだけちょっとこうちょっとだけこう出します。絶壁に見えないように。まあこれでも絶壁なんですけど、分かるかな、こうこうやって出します。それで太いゴムで結びます。結んだらこのですね、飛び出てる触角の部分をこのピンで留めていきます。こうやって後ろに持ってって、この結び目の下、余ってる毛のところに、ピンを刺します。そうするとほら、ちょっとちょっとここ出ちゃったね。まあ大丈夫でしょう。ちょっと出てるね。そして反対も同様にピンで留めます。この結んでるところじゃなくて、こっち側、ここを留めます。後ろに持ってって、ここをですねピンで留めます。ここも出ちゃったね。大丈夫でしょう。そしてここが短いので、ここもピンで留めておきます。反対もここを留めます。そしたらあとはこの耳アイロンでアイロンをすれば、ちょっとなんて言えばいいんですかね、こうやってアイロンかけるんですよ。ちょっと横に流せるようにして、ちょっとこっちに流したいときは、この毛先だけをちょっとこう内側に入れるんです。ちょっとやりすぎたな。さあということでですね、完成しました。ちょっとここが出てるんですけど、こういうときはこのちっちゃいスモールピンで止めれば大丈夫なので、ほら、ちょっと出てるね。こっちもスモールピンでここを押さえれば、出てるね。まあでもこんぐらい大丈夫なんで、ぜひ真似してほしいなって思います。やってみてください。
ベリーズ工房の徳永ちなみのヘアアレンジをご覧いただきました。はい、そうですね、私もヘアアレンジをやらせていただいたんですけど、あの徳永さんとちょうど同じくらいかちょっと短いぐらいのショートカットなので、こうなかなかできることが少なくて、こう私はここの羽を直すところから入ったんですけど、同じ編み込みをやらせていただいて、徳永さんは今表の編み込みをされてたんですけど、私は裏編み込みをやらせていただいたので、その時の映像ももしよかったら見て真似してもらいたいなというふうに思うんですけど、徳永さんの何ですか、茶髪がすごい可愛くて、ゴムが私黒なんですけど茶色のゴムで結んでたじゃないですか、その方が目立たないじゃないですか、なんかそれがすごい新鮮でなんかいいなって思いました。ちょっと憧れます。はい、エンディングです。今回のハロステいかがでしたか。はい、ここで告知をさせていただきたいと思います。私たちハロープロジェクトは3月29日30日にパシフィコ横浜でひなフェスを行わせていただくんですけど、その時はそれぞれメインディッシュがありまして、3月29日のお昼の公演はモーニング娘。ワンフォーさん、そして夜の公演はスマイレージさんと私たちジュースジュース、そして30日のお昼はキュートさん、そして30日の夜はベリーズ工房さんがメインディッシュとなっております。はい、私たちもフィナフェスが初めてのパフォーマンス披露の場所だったので今からドキドキなんですけど、29日の夜の公演が私たちのメインディッシュなので、ぜひ遊びに来ていただきたいなというふうに思いますし、今回はくじ引きでソロを歌わせていただくんですけど、まあ、残念ながらジュースジュースからは誰もソロを歌う人がいないのですが、先輩方のソロを歌う姿をしっかり目に焼き付けたいなというふうに思っています。はい、そしてそのひなフェスと同時開催でフォレストフォーレスト里山里海へ行こう2014が同じく3月29日30日にパシフィコ横浜で行われます。はい、里山里海の暮らしを体験させていただいたりだとか、ご家族皆さんで楽しめるワークショップなど盛りだくさんの内容でお届けしていこうと思うので、皆さんぜひ入場無料なのでお越しください。ここからはジュースジュースの告知をさせていただきます。はい、3月19日に裸の裸の裸のキスあれこれしたいを両 A 面シングルでリリースさせていただきました。はい、発売記念イベントなどもたくさんやらせていただいているので、詳しくはハロープロジェクトのホームページをチェックしてみてください。はい、そうですね、私は今回ハロステの MC 初めてだったんですけど、もうドキドキしちゃっていっぱい噛んじゃってびっくりしたんですけど、まあ2週連続なので来週はもっともっとこうお話上手にできるように、あと噛まないように頑張りたいと思います。それでは最後にスマイレージのウィークリースマイルをご覧いただきながらお別れしたいと思います。今回の MC はジュースジュースの宮本かりんでした。またお会いしましょう。バイバーイ。トムロベイビーです。はい、今日はですね、ラベンダーさんと一緒に名古屋の、長島スパーランドに来ているんですけれども、今はイベントできているんですけど、今はその空き時間ということでちょっと遊んでみようということでですね、みんなでちょっと外に出て遊んでいます。じゃあみんなみんなどうですか、今の気持ち、今の気持ち、メイメイの気持ち、メイメイの気持ち、たけちゃん、りなくん、今どうで、どこ行くの、こっち、子供のところ、乗れないから、離れたらみんな迷子になっちゃうから、離れます、離れたら迷子になっちゃう、まあ、迷子になっちゃうからダメ、わー頑張れー、わーすごいすごいすごい、こんなジェットコースターだとか、いろんなジェットコースターがあって、皆さん楽しんでほしいですね。わ、でも
私はちょっとジェットコースターが苦手なのでジェットコースターにちょっと乗りたくないなと思うんですけれども、今はですね絶叫マシンに乗れる組と乗れない組で今分かれたんですけれども、なぜかちょっと待って、なぜか2期メンバーが乗れない組で乗れる組が初期メンバーという風になぜかなっちゃって、今ちょっと待って、早い早い、お待たせいたしました、決算エアコン、ファイナハンドの機械サイバーとカープがくるくる回ります。回転中の席から立ち上がらないようにしてください。それでは発表の前から素敵なティータイムのスタートです。行ってみましょう。してしまいました。あれこれ録画なってんのかな。よし、we'll be right back.